1901年5月18日の日食は、1901年5月18日に観測された日食である。フランス領マダガスカル、フランス領レユニオン、イギリス領モウリシャス、オランダ領東、インド、イギリス領ニューギニア島で、回帰日食が観測され、アフリカ南東部、アジア南東部、オーストラリア及び以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。 回帰日食の持続時間は6分28.7秒で、1886年8月29日から1919 19年5月29日までの間最も長い回帰日食である。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域は、フランス領マダガスカル南部、フランス領レユニオン全部、イギリス領モーリシャスの本島モーリシャス島全島、オランダ領東、インド、 イギリス領ニューギニアで全部島だった。また、海域日食が見えなくても部分日食が見えた地域はアフリカ南東部、南アジアの南半分、中国南部、東南アジア、オーストラリア全国、ミクロネシア中西部、メラネシア中西部だった。イギリスの王立協会と王立天文学会の合同常任日食委員会はオランダ領東インドのスマトラ島の西海岸にある。 パダンで、怪奇日食を観測した。5月18日、日が出た後最初は、いい天気で、日食が始まって、雲が集まり、怪奇食の段階に入って、太陽を覆う雲が厚くなり、切れ間から太陽が見えにくくなりつつあった。アメリカのリック天問題の観測隊も、パダンで観測した。ありがとうございます。